ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、うん、前回に引き続いて16タイプ、うん、ユングのタイプ分け16タイプを、じゃあエニアグラムに符号させて4つに分けて、うん、っていう話をして、はい、したんですけども、うん、今回はじゃあそのそれぞれ SJ、SP、NT、NF の、うん、それぞれの各タイプの紹介を、うん、はい、したいと思っております、今日はエニアグラムでパートナー探し と、優しいエニアグラムをちょっと使いながら、うん、はいはい、したいと思います、はい、まずは、SJ 気質、うん、伝統主義者の4タイプ、うん、ESTJ と ISTJ と、うん、ESFJ と ISFJ の4タイプ、うん、はい、ESTJ 全部左側、はい、の人たちは、うん、自己を主張し率直、うん、論理的で素っ気なく活動的、社交的ですが他人の見解や激しい感情の欠点を素早く見抜きます、うん、しばしば支配したがり対等な関係を求めるパートナーにとって問題になることがあります、うんうん、ESTJ はしばしば温かい養育者的な感情タイプに惹かれますと書いてあります、うんうん、ちょっとこれがあのパートナー探し、はいはい、パートナーの話なので、うんうん、ちょっとパートナー探し目線になってます、うん、でその ESTJ については、うん、タイプ8とタイプ1、うん、タイプ3と7にも見られます、うんうん、と書いてあります。なんであのコメントをいただいた、うん、あの常連仮面巨人さん、はいはい、仮面巨人さんはご自身でESTJ だとご自身で判断されて、タイプ5だよっておっしゃってますと。で今ここで挙げられているのは8137となってますということだけ深掘りやって、はい、あれですよね、エニアグラムは間違ってるのか、あ、自己診断がエニアグラムの自己診断が間違ってるのか、はい、MBTI の自己診断が間違ってるのか。そうですね、ただこの仮面巨人さんは、うん、あのご自身では3だと思った、うんうん、でエニアグラムのそういう、うんうん、ファシリテーター的な人から5だ、うんうんうん、5、そうすると3の可能性ありますよね。全然、うん、あのご自身でやられた、うんうんうん、俺って3じゃねえのっていう、うんうん、確かにノリはいいんですよ。そう、ノリと切り返しがうまい3 3っぽい。そう、その、まあ、直接会ってないんで何とか分かんないですけどね、はい、あの3の匂いはとてもしてます、うんうんうん、はい、で MBTI 的にいくと3の可能性がある、可能性があるよってされてます、はいはい、で、ISTJ、 ISTJ、まあ、内向になる、内向になる場合は、うん、ISTJ は実際的で気難しく、うん、きちんとして時間に正確、うん、自分にも他人にもしばしば高い期待をかけます、うん、忠実、意思強固で時々非妥協的に見られます、うん、1じゃないですか真面目な ISTJ と遊び好きな感情タイプのパートナーがしばしば惹かれ合います、うんうんうん、タイプ1、5、6はこのタイプに属している可能性があります、うんうん、と書いてあります。あ、よくあると書いてあります。よくある、はい、でESFJ、うん、ESFJ、 感情になった、感情になる場合ですね、うん、ESFJ の人は温かく優しく同情的です、うん、実際的援助的な方法で愛情を示します、うん、彼らはよくしゃべり集団を作り求められ認められるのが好きで、他人の欲求のために自分の欲求を犠牲にすることがあります。ESFJ の人はしばしば温かい受容的なパートナー、例えばタイプ Q を選び、無口な人、例えばタイプ5の人には無視されたと感じることがありますと書いてあります。タイプ2とタイプ6がしばしばこのタイプです。そんな感じがしましたそうですね、まあ、6はどこも外れない感じがしますよね。どこにも出てくるんでしょうね、で ISFJ、 ISFJ感覚になった場合ですね、は、普通無口で忍耐強く優しく極端に依存的で忠実です。他人のために尽くします。援助を受け入れ否定的な感情はなかなか表現できません。
ISFJ の人は極端に忠実でしばしば責任を担いすぎたと感じます、うん、1、2、6がしばしばこのタイプです、うん、なのでまあ隊長が先週おっしゃ前の回でおっしゃった、うん、SJ の時にタイプ6じゃないですか、うんうんうん、って言ったのは まさしく、うんいますね、いますね、はい、では次、はい、SP 行動指向の4タイプ、うんうん、ESTP ESTP の人、ESTP の人は魅力的、寛大、機知に富み注目されることが好きです、うん、非権威的で挑戦を好みます、うん、パートナーからは衝動的で落ち着きがなく、うん、素っ気なく鈍感と思われます、うん、パートナーは ESTP の冒険に無理やり付き合わされていると感じるかもしれません、うん、タイプ7がしばしば、うん、タイプ7を呼んでました、ね、タイプ7を呼んでましたねただまあ E は分かるけども、うん、まあ I の ISTP、うん、ISTP ISTP は人に頼らず現実的で断固としています、うんうん、冒険と挑戦が好きでしばしば社会的に無関心で無口、そして道具や機械自分の手を使ってできることに情熱を傾けます、うん、タイプ5とタイプ7にこのタイプがよく見られる、うん、なので内向的な人って、まあ、なのでというか、はい、エニアグラムでいく外向と内向は違う、はい、ああなるほど、まあ、エニアグラムというのは自己主張ですよね、はい、自己主張イコール外向的な感じで捉えてるじゃないですか。ああ私そうです、ね、そうそう、あちょっとなのでそこの感覚がちょっと違うのかもしれないです、ね、だと私の自己主張に対する認識がまだちょっと浅いのかもしれません。エニアグラムでいう自己主張は人にこう積極的に話しかけてみたいな感じだけど、はいはい、この MBTI とか16というか16タイプでい こう外向っていうのはそういうことではないのかもしれない、はい、内向っていうのが気持ちが内に向いてるってだけでよく喋ったりすることあるのかなとか、ちょっとこの辺はまた深掘りをお待ちくださいと、はい、なので僕たちの認識がちょっと違うのかもしれない、違うのかもしれないですね。で、ESFP、うん、ESFP の人は温かく元気でエネルギーがあり仲間を作りたがります、うん、よく気がつきすぐに愛情を示し、うん、家庭を人で満たすのが好きです、うん、今に生きすぐ楽しみを見つけ目的を遂行できるかどうかは重視しません、うん、ESFP の人は調和に価値を置き肯定面を強調します、うん、タイプ2と7にこのタイプが見られます、うん、で ISFP、うん、ISFP の人は無口で自然で優しく穏やか援助的で疑いを知りません、うん、彼らは人のためになることを静かに行うことによって愛情と気配りを示します、うん、ISFP の人は受容的で生かす態度を持っていて、うん、パートナーから見下されたり脅かされたりすることがあります、うん、タイプ9に多く、うん、またタイプ4の男性にも時々見られます、うんうん、とあります、はい、ISFP、うん、内向で感覚で感情で、感情であなんかそうですね、うん、装飾な、あ、すみません、私はちょっとそのあまりにもアメリカナイズされたマッチョイズムを、うん、内向で感覚で、内向で感覚で感情で認知なかなかちょっと強く出れない、うんうん、強く出れないというか、なんかこう、はい、内に向いてて感覚で生きてる、はい、でこう感情的、はい、感情豊かで認知すぐにジャッジするのではなく、うんうんうん、いろんな可能性がある、いろんな可能性がある、はい、だとなかなかそのそうなんか妖精的な、なんかふわーっとした存在、生きづらいんでしょうねっていう、はい、うん、で、知識探求者 NT、うんうん、ENTJ、うん、ENTJ の人は自信家で野心があり、うん、明けすけで責任がある立場を取りたがります、うん、対立を好みカッとなりやすく批判的になることがあるので、うん、パートナーにとって争いのもとになることがあります、うん、その支配的な性格を埋め合わせる温かく養育的、うん、順応的なタイプに引きつけられます、うん、タイプ1、3、6、8によくあるタイプです、うんうんうん、とあります、
また6はいますよ。6はいますね。多分6はどこにも出てきます。ただまあまあそうですね。まあ1っぽい感じはします。はい、あとまあ 8でもある。はい、で ENTP の人は競争し社交的で機知に富み自発的で大抵生き生きした友人の輪を持っています。うん、彼らは自由と独立に価値を置き、危険を冒すことを好み、精神的挑戦によって成長します。彼らの挑むような性質にうんざりする人もいます。ENTP の人は必ずしも組織的なわけでなく、始めたことを常にやり遂げるとは限りません。しばしば温かく支持的な感覚タイプに引きつけられます。6と7はしばしばこのタイプです。とあります。で、INTJ の人は、論理的理論的で非常に自律的です。責任感があり忠実で自分に厳しい欲求をします。しばしば無口で人から離れていますが自分の正しさを主張し他人を痛烈に批判することもあります。拒否されることには敏感ですが大抵拒否に対する感情を示すよりも内にこもります、INTJ の人は注意深く合理的にパートナーを選ぶかあるいはほとんど共通点のないパートナーと絶望的な恋に遭いますとあります。絶望的な恋で書いてあります。タイプ1、5、6によくあるタイプです。まあ、5のやっぱりこの何て言うんでしょう、私にないこの知識探求、知識を持つっていうのはやっぱり攻撃的なところはあるんだなと、共産圏で真っ先に弾圧される、弾圧される正しいものをしろって言われた時に、お前が言う正しいものってなんだ、っていうのはそういう感覚僕あります。外交であっても内交であっても常にここの人たちはそこに対する挑戦はあるんだなっていう、この多分直接的なそれは間違ってるって言うかどうかは置いといて、はい、気持ちの中ではありそうな、そうですね、あ、すみません、まず出てませんでした、すみません。で、INTP の人たち、無口で超然としていて知的です。彼らはしばしば書物、学問、思想などの自分の世界に浸ります。時には生き生きした討論も好きですが社交にはほとんど魅力を感じません。否定的、皮肉、理屈っぽい傾向があります。INTP の人は時々世界に彼らをつなぎ止めてくれる養育的で外出好きなパートナーに引きつけられます。パートナーから注目を求められると無理強いされたと感じることがあります。タイプ5の男女が高い比率でこのタイプです。とあります。5っぽいですよね。5っぽいですよね。まあ、先ほども申し上げましたが、この、知識探求者の人たちは共産圏では知識階級として真っ先にあの弾圧される人たちだなってちょっと感じてしまいました。あの挑戦的、挑戦的、まあ、挑戦するタイプとしないタイプ、この辺 J が来ると挑戦しそうじゃないですか。そうですね、自分が正しいっていうことをアピールしそう。はいはい、この人たちは P だと引きこもる感じじゃないですか。まあそんな考えもあるよね、あるよね、超然とした感じ、でこう内にこもってる感じがするじゃん。まあ I だとそうですね、 I で、はい、そう P だと内にこもってひたすらこう探求してるみたいな、はい、どうですか、なんか前や、あの2回やられて違うのが出たよなんておっしゃってましたけど、今のこの INTP はしっくりきましたか。 INTP そこまで言われるとそこまでないんじゃないかなって自分では思ったりする。なんでまた今やると、今やるとっていうか、今その16タイプのこの NT タイプの説明を聞くと、はい、あそうかも、あなるほど、はい、だけどこう INTP の説明を聞くと、はい、こう知識探求者ででもザ・ゴって感じじゃないですか。ザ・ゴって感じですね。そこまで聞くとそこまで自分はないかもしれないなって思ったりはする。はい、けどまあそういうことを考えたりするのは好き。そうです、そうですね、はい、で NF 気質の、ENFJ の人ですね、
ENFJ、 責任感があり精力的で人を助け熱心です、うん、彼らはコミュニケーションがうまく社交性に優れ人と一緒にいるのが好きです、うん、ENFJ は関わりになること忠実さ平和に生きることに価値を置きます、うん、人間関係に対立があったり関係が壊れたりすると自分を責めあるいは意地悪く恨みがましくなります、うん、彼らは愛情と肯定の言葉によって育ちこれらが得られないとがっかりすることがあります、うん、1,2,3,7,8 にこのタイプがよく見られます、うん、とあります。で、ENFP はダイナミックで自発的楽しいことが好きで熱心で過度に積極的に見られることがあります、うん、彼らは肯定の言葉を必要とし他の人に巻き込まれて自分を忘れます、うん、絶え間なく新しい人あるいは物事を好きになるように見えます、うん、大抵の場合愛情深く情熱が冷めるとうつ的に見えることがあります、うん、2と7によく見られるタイプですとあります。で INFJ、うん、INFJ の人は決然として責任感があり創造的で忠実です。彼らは幾分無口で孤独を好む傾向があります、うん、調和を求める強い欲求のため、しばしば自己表現や限界を設けることに失敗し自分の苦痛を一人で抱えることがあります、うん、人の感情によく気がつき理解がされないと深く傷つきます、うん、INFJ の人はその理想主義を理解し受け入れてくれるパートナーを求めます、うん、尾崎が見えました最近ずっとなんか尾崎 の、うん、あの僕が僕であるためにの歌をお風呂で聴いてるんですけど、うんうんうん、泣きながら全然そこには僕はいないんですけどねかっこいいなと思って、まあ、でも分かりますよ19歳でこれかって、うんうんうん、その気持ちを僕も結構分かったりしますよ、ね、あ僕の気持ち僕が僕であるためにあなるほど、 あなるほど僕はあの気持ちは分からないけどかっこいいなと思って、うん、すいません、うん、で、ENFP の人は義理堅く思いやりがあり、うん、物思いにふけり物腰が柔らかです、うん、創造的自己批判的、うん、謙虚な傾向があり一人でいる時間がたっぷり必要です、うん、拒否あるいは侮辱に敏感で自分の感情を表現するのが下手な場合もあります、うん、自分の深さ理想主義敏感さを表現してくれる魂の友を求めます、うん、INFP の女性はしばしばしっかりした心と決断力を称賛されますが、うん、男性の場合、うん、自分は他の人から受け入れられないと感じるかもしれません、うん、タイプ4とタイプ9はこのタイプに属するのがしばしばですとあります、うんうん、なんてはいはい、ざっと今この各4タイプの4タイプに絡めてそれぞれの4タイプの説明をして多分どこかに皆さんがあり皆さんのエニアグラムのタイプがあるっていうところですね。こうなんか見るといろんなところにいる気はしますよね。そうですね、やっぱ自分、あとなんかなりたい自分と、うん、あの外側で自分が思ってる自分と本当は違う自分がいるんだろうな、うんうん、まあ、エニアグラムでもそうじゃないですか、ね、まあ、そうですよね、はい、私が初めタイプ7になったように、うんうん、その辺をこう自分を探っていくのも必要なのかなみたいな。そうですね、うん、で、まあ、ユングの16タイプに関してはあのちょっとずつまた深掘り、はい、実は僕はその、うん、外向性だと自分で思ってるけど、うんうんうん、内向性じゃないかっていう指摘を受けたりとか、体調がなんか 日によってやるとタイプがバラバラになるとか、あ その、まあ、そのバラバラになる理由は大体分かってるんですけどね。おっていうのはあのなんか微妙な質問が、はい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 、気分というかもうよく分かんないから適当にまあ真ん中ら辺のどっちかみたいな、真ん中ら辺のどっちかみたいな感じでやったりするので、はい、その辺ってもう覚えてないじゃないですか前回どこを選んだかなとかもう、あ、もちろん前回覚えてないけど、うん、その自分があればなんかそう、あ、だからこれはこっちだろうなっていうのは大体覚えてるじゃないですか、はいはい、覚えてなくても、覚えてなくてもそっちを行くし、はい、
まあ、これだろうなっていうのがあるんですけど、はい、曖昧な、まあ、なんかどっちとも捉えられるしみたいな質問とかって、まあ、なんか適当に押してるなみたいな。あ、で、まあ、これもちょっとずつまた探っていって、うん、はい、あの自分の理解から、うんうん、なんかその、まあ、生きやすい生きやすいくなればいいなと思ってるんですけどね。まあ、なんか生きる、そう、なんか指標みたいなもんじゃないですか。あなたはこういうふうにした方が物事うまくいくし生きやすくなりますよみたいな、エニアグラムは、これもそうですね、うん、はい、でまたそれを知ることで、うん、そんなんじゃないって思うんだったら、うんうんうん、そんなんじゃないの、あなたの行きたい方向で生きていけばいいじゃんって話ですよね。はい、し、まあ、手助けになるなら、うん、あ、じゃあちょっとこの通りにやってみようみたいなことができると、うんうんうん、そう、まあ、試すにやってみたらいいんじゃないですか。世知辛い世知辛い世の中ね一緒に知を、はい、知恵を振り絞っていければと思ってます、うん、はい、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。